グアダルーペ・ビクトリアは、メキシコ独立革命を戦った戦士であり、後の初代メキシコが衆国大統領である。ビクトリアは1786年、スペイン植民地ヌエヴァ・エスパーニャのタマスラで生まれた。1811年、ミゲルイダルゴに率いられた独立革命に参加し、ホセ・マリア・モレーロスの下で戦った。モレーロスの処刑後は、ビセンテ・ゲレーロと共に、 プエブラ州やベラクルス州においてゲリラ戦を展開した。その後、アグスティン・デイトルビデラは植民地軍を屈服させ、メキシコの独立が達成され、イトルビデが初代皇帝となる。しかし、ビクトリア自身は共和制の支持者であり、アントニオ・ロッペス・デ・サンタ、アナ将軍を支持していた。イトルビデの追放後、メキシコには共和制が導入され、 それに伴い1824年に初代大統領に就任。就任を機に、グアダルーペの聖母への感謝と、スペイン語で勝利を意味するビクトリアから、グアダルーペビクトリアと改名した。奴隷制の廃止や軍事学校の創設等の政策を行い、1829年まで大統領を務めた。1843年に、ベラクルス州、ペローテで死去。ありがとうございます。